今日はシングルモルトウイスキーではなくブレンデッドウイスキーでもなくブレンデッドモルトウイスキーと呼ばれるものを飲んでまいります。はい、皆さんこんばんは。クレイジーバーテンダーのケンです。今回なんですけども、冒頭でもお伝えしました通りブレンデッドモルトウイスキーと呼ばれる少し珍しいタイプのボトルを一つご紹介してまいります。それでは早速登場していただきましょう。こちら、じゃじゃーん。こちらスコッチウイスキーのモンキーショルダーでございます。よいしょはい、というわけなんですが、こちらのウイスキー皆さんはご存知でしょうか。僕の個人的な印象としては、こちらのボトルバーなどでは扱っているところそんなに多くないかなといったイメージですかね。けどね、僕のお店にいらっしゃったお客様の中で、たまにですねモンキーショルダーありますかと聞かれることもあるので、知名度はそこそこにある方なんじゃないかなと思います。それではこちらのウイスキー本日も飲んでいく前に簡単にご説明してまいります。こちらのモンキーショルダーはスコットランドで作られるウイスキーになりまして、異なる蒸留所で作られたモルト原酒のみをブレンドして作られるためブレンデッドモルトウイスキーというカテゴリーに分けられます。一般的にブレンデッドウイスキーと呼ばれるものはモルト原酒とグレーン原酒をブレンドして作られるものになりますが、こちらはモルト原酒のみをブレンドして作られるため一般的には銘柄の数が少ない珍しいジャンルになっております。有名どころですとジョニーウォーカーのグリーンラベル、シーバスリーガルのアルティスといったボトルなども、こちらのブレンデッドモルトウイスキーに当たります。それでこちらのモンキーショルダーご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、スコッチウイスキー界では名高いグレンフィディック蒸留所、バルベニー蒸留所、そしてキニンビー蒸留所で作られたモルト原酒を掛け合わせて作られております。それでこちらのボトル初めてリリースされたのは2005年のことになりまして、グレーンフィディック蒸留所の親会社ウィリアム・グラント&サンズ社がグレーン原酒を混ぜないブレンデッドウイスキーを作ろうという新しい試みを打ち出して作られたのがこちらのモンキーショルダーになります。また蒸留所にて麦芽を作る際に広いコンクリートの床に大麦を敷き詰めて、モルトマンと呼ばれる職人たちが木製のシャベルを用いて人力で攪拌させるフロアモルティングという工程があります。このフロアモルティングという作業はかなりの重労働で、時折職人たちはこの作業によって肩を痛めると言われております。この痛めた肩のことを蒸留所の関係者たちがモンキーショルダーといったことから、こちらのボトルの名前が由来しております。言うなればこちらのボトルはフロアモルティングに従事する職人たちの重労働に敬意を払ってネーミングされたウイスキーと言えるかと思います。ちなみに現在こちらのフロアモルティングを行う蒸留所は、数少なくなってきておりますが、こちらのボトルの原酒にも使われているバルベニー蒸留所は、現在でもフロアモルティングを行う数少ない蒸留所としても有名です。こちらアルコール度数は40度、価格は Amazon にて3500円前後で取り扱いされております。ラインナップはこちらのボトルの他に日本では未販売ではありますが、モンキーショルダーのスモーキーモンキーというボトルも出ております。さあ、というわけで今回はこちらブレンデッドモルトウイスキーのモンキーショルダーを飲んでいきたいと思います。それでは早速やってまいりましょう。レッツー猿の方。はい、それではお待たせいたしました。今回はこちら、モンキーショルダーのストレートをまずはご用意しております。それでは早速色合いの方から見てまいりましょう。こちら色合いとしては黄色みがかった琥珀色といったところでしょうか。粘性はなくさらっとした印象ですね。はい、それでは続きまして香りの方をチェックしていきたいと思います。さっぱりフルーティーといった印象ですかね。青リンゴのようなスッと抜けるフルーティー感が強いかなと思います。あとはレモンのような柑橘っぽさも感じられるかなと思います。あとは甘い風味のバニラコーンも感じられるかなと思います。こちらねモルト原酒のみを使って作られたウイスキーではあるんですが、香り立ちはね思ったほど強くないかなと思います。あとねこれ僕の個人的な意見ではあるんですが、香りがねグレンフィディックにかなり近いようなイメージですかね。アルコール刺激感ですとかスモーキーさは一切ないので、非常に嗅ぎ心地いい香り立ちかなと思います。
それでは早速味わいの方を見ていきたいと思います。いただきまーす。わー、めちゃくちゃまろやかですね。こちら飲んでみてまず思ったのは、結構ライトボディといった印象ですかね。アルコール度数もそこまで高くないウイスキーなので、こうスッと喉を通ってくるようなイメージですかね。それで肝心の味わいなんですが、まずね、舌にのせるとほんの少しフルーティー感がある甘さが広がって、追いかけるようにスパイシーさ、あとダークチョコのようなビター感が顔を出してくるかなと思います。それで最後喉を通して余韻でですね、スパイシーさとほんのちょっとスパイシーさが顔を出してくるかなと思います。このね、またスモーキー感が本当に若干といった程度なので、最後ね、こうフィニッシュでいいアクセントになってるんじゃないかなと思います、だけどやっぱり最初ちょっと甘さの話はしたんですが、全体的にやっぱりビターな印象が強いかなと思います、さっきね、香りを変えた時にグレンフィディックにかなり近いっていう話をしたと思うんですが、飲んでみるとね、全く別物かなと思います、それではこちらに少し加水をしてまいりましょう。はい、それではこちら加水後の香りの変化見ていきたいと思います。加水してもそこまで大きく香り立ち変わるといった印象はないんですが、フルーティーさ、青リンゴとか、シトラスのようなすっきりとしたフルーティー感があって、あとね、ちょっと黒糖のような甘い風味の香り立ち、こちらも感じ取ることができるかなと思います。それでは最後、加水後にもう一口飲んでみたいと思います。いただきまーす。うわー、めちゃくちゃ飲みやすいですね。こちらストレートでも非常に飲みやすい一杯でしたので、少しね、こう加水すると本当にスッと、水のごとく喉を通ってくるような印象ですね。やっぱりだけど加水すると若干、スパイシーさとビター感、こちらがね、少しぼやけてしまう感じがあるので、こちらモンキーショルダーが持つ本来の味わいを楽しむには、まずはね、ストレートで飲んでみるっていうのが一番おすすめかなと思います。けどね、やっぱり加水しても、最後飲み切った時に、余韻で感じる、ほんの少しのスモーキー感、これがね、本当に上品で飲み口のいいアクセントになっているかなと思います。それでは最後、こちらのモンキーショルダーを使ってハイボールを作っていきたいと思います。それではお待たせいたしました。こちらモンキーショルダーを使ったハイボールをご用意しております。それでは早速飲んでみたいと思います。いただきまーす。うわー、あ、このハイボールは右でございます。こちらね、ストレートで飲んだ時も感じたように非常にライトな飲み口なので、こう炭酸で割りますとさらにね、飲み口軽やかになって、非常に飲みやすい一杯に仕上がっているかなと思います。こうハイボールにすると味わいの方は結構辛口め、ドライめな印象が強くなっているようなイメージですかね。でそれでいて、ストレートで飲んだ時に感じていたスモーキー感、これもね、若干ですがやっぱり顔を出してきますので、こちらハイボール単体でも楽しめるような一杯に仕上がっているかなと思います。いやー、本日も美味しく頂戴いたしました。はい、それではお疲れ様でした。今回はこちらモンキーショルダーを飲んでいったんですが、いかがでしたでしょうか。こちらストレートで飲んでいた感想としましては、ビター感、そしてスパイシーさが感じられ、余韻で若干のスモーキーなアクセントが楽しめる一杯に仕上がっているかなと思います。こちら加水しますと若干ですね、ビター感やスパイシーさの味わいが弱まってしまうような印象でしたので、こちらのボトルが持つ本来の味わいを楽しむには、やっぱりストレートで飲まれるのが一番おすすめできるかなと思います。
こちらハイボールにしますと、ドライで辛口めな味わいに仕上がっていて、それでいてスモーキーな風味も楽しめる一杯に仕上がっているかなと思いますので、食中酒としてはもちろん、ハイボール単体でも楽しめる一杯かなと思います。こちらのモンキーショルダーは以下に当てはまる方におすすめできる一杯かなと思います。その1、グレンフィディックを中心としたスペイサイド地方のウイスキーがお好きな方。その2、甘い風味のウイスキーよりもビター感、スパイシーな風味が楽しめるウイスキーがお好きな方。その3、ごくごく飲めるハイボールに最適なウイスキーをお探しの方。以上に当てはまる方はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。こちらのウイスキーはまたライトな味わいなので、カクテルの副材料として使われることも多くありますので、バーなどで見つけた際には、こちらのモンキーショルダーを使ったウイスキーベースのカクテルを注文してみるのも面白いんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は以上になります。こちらの動画気に入ってくださいました方は高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー。